待つ。まだ何かご用？せめてこれを持って行って。これは ID カードと本部の地図にトランシーバー、それから現在館内の通信デバイスは使用不可能だが、インターネットや中継遮蔽物が少ない場所でなら通知として、君がキーホルダーといったものは対ファントム用決戦アームズ。タルタロスは3本のタワーからなる巨大地下収容施設で、最下層に近いほど危険なファントムが収容されている。中でも特に危険なのは最下層である第12層に収容された神々の時代に封じられたとされる原初のファントムだ。タルタロス各タワーの第6層には格納庫がある。そこにはジュピター家の始祖がタイタンズを封じた際に用いたとされる雷帝の槍が1本ずつ安置されているんだ。この起動キーがあれば、格納庫から雷帝の第1タワーには岩のファントム、ファントムタイタンズアース、第2タワーには氷のファントム、ファントムタイタンズクリスタル、そして第3タワーには炎のファントム、ファントムタイタンズマグマがそれぞれ。いかに君たちが優秀な魔法師であろうと、タイタンズに特別な武器なしでは太刀打ちできない。起動キーを差し込めば、使用方法についてはナビシステムがサポートして、学生である君たちにこれを託すしかない。私たちがタルタロスに向かうことにあなたたちが責任を感じる必要はない。どうやらオルトを焚きつけてしまったのは私みたいだしね。雷帝の槍、ありがたく使わせてもらうわ。雷帝の槍は魔力を帯びたとても強烈な雷撃を放つことができるが、一度使うと最重塔内全体が非常電源に切り替わった今、タルタロス内でも魔導を使ったら必ずチャージするのを忘れないでくれ。我々もできることに手を尽くす。どうか無事で。さて、ステュークススタッフの話によれば、タルタロスを形成するタワーは時間もないし、全滅のリスクを避けるためにも3チームに分かれて攻略。それに全部のルートを通ってみないとグリム君も見つけられないかもしれないし。そうね。じゃあ3年生で寮長である私とレオナは先導役として別のルートに向かうのが妥当ね。私が第1タワー、レオナが第2タワー、第3タワーの先導は寮長歴で言えばいいでしょう。アズール、異論はないわね。もちろんです。座学も実技もリドルさんの方が僕よりずっと成績優秀ですしね。私とエペル君と監督生君はビルについていこう。戦いはコンビネーションだ。共に過ごした時間が長い分、監督生君の警護もしやすいはずさ。残るはアズールとジャミルだけど、ちょうど精密検査で魔法の性能や性質が分かったことですし、僕とジャミルさんは魔法の相性の良いリーダーとチームを組むべきかと。蛇もタコもいざって時は人を盾にする腹黒いやつには変わりねえだろ。どっちでもいい、さっさと決めろ。では僕はリドルさんと共に第3タワーへ向かい、レオナさんのユニーク魔法で生じる渇きは人魚が最も苦手とするものですから。なら俺はレオナ先輩と第2タワーだな。それじゃさっさと出発しようぜ。最初に冥府の門にたどり着いたやつが誰にも邪魔されず貝割れ大根をボコれる権利を得るってわけだ。実に楽しみじゃねえか、あの野郎。こんな面倒ごとに巻き込みやがって。イデアに一発食らわせるのをモチベーションにするのは悪くないアイデアね。ここから先は訓練ではありません。全員気を引き締めていきましょう。そうだ、離れ離れになってしまう前にみんなでエンジンを。はあ、なぜそんなことをする必要が。
ルーク先輩、引っ張らないでください。さあさあ、みんな隣の人と肩を組んで試合の前に気合入れ。うちの学園では運動部すら試合前に円陣を組む習慣はない。僕こういう体育会系のノリに。なんて俺がこんなこと世界をかけて勝負に挑む機会なんかいいというわけで円陣を組む。この後どうするんですか。僕は円陣のルールについては詳しくないけれど、誰かが号令をかけ。おい、やるならさっさとしろ。このお寒い状況で風邪をひいちまいそうだ。では監督生君に掛け声をおね。いいわね。このままじゃ誰が何を言うかだけで揉め始めそう。気合い入れるやつを頼むぜ。ナイトレーヴェンカレッジの人たちがタルタロスに向かって移動を始めたよ。本当に僕らの計画に阻止するつもりみたいだ。本当に僕らの邪魔ばっかりするな、あの問題児ども。見て、3チームに分かれてタルタロスを攻略するつもりみたい。すごいすごい、これって兄さんと話してたナイトレーヴェンクエストだ。タルタロスの氷を全部溶かして冥府の扉を解放するまでにはまだ時間がかかる。オルト、少し遊んであげなよ。やったー、もうみんなと一緒にゲームをできないと思ってたから嬉しいな。今度は僕がボスだ。Thank you.
底が見えないほどに深い。タルタロスでしたっけ。一体どれだけの階数があるんでしょうか。一番下は第12層と言っていたが、一層にどれだけの階数が存在してるかはマップにも書いてなかったな。おい、その無駄にジャラジャラついてる髪飾りを一つよこせ。え？ああ、どうぞ。そこに当たる音が聞こえねえ。30回、50回程度じゃねえことは確かだ。今のわざわざ俺のものでやる必要ありました。だったらそもそも渡さなきゃいいだろ。これっぽっちでカリカリするな。カリカリだなんてとんでもないです。レオナ先輩のお役に立てて光栄ですよ。うさんくさい笑顔浮かべやがって。さて、まずは対ファントム用決戦アームズ、雷帝の槍を手に入れたいところですね。第6層の格納庫に保管されているだったか。マップによればこの近くにエレベーターがあるようですが。ああ、ありました。普通に考えれば内部への侵入を防ぐために動かないだろうが。目の前に立った瞬間にあの強打。今この施設は全てオルトの支配下にありますからね。これは十中八九罠でしょう。危ないので、さっさと行くぞ。え、ちょっとレオナ先輩、一人で進まないでください。じゃあ皆さん、呪われた収容所タルタロスの第二タワーへようこそ。ほら、やっぱり出た。なんだ、つまらない反応。もう少し驚いてほしいな。ロボットの考えるようなことなんざ、人間様は簡単に予想ができるんだ。ロボットか。それじゃあ次は、もっとビッグ次があれば。だけど。何？君たち二人にこれから示す試練を乗り越えることができるかな。試練だ。一体何を仕掛けてくるつもりだ。下がっていてください、レオナ先輩。この狭苦しい場所で下がれもクソもあるかよ。いちいちうるせえやつだな。じゃーん。ん？壁に映されたのは待機時間にやらされた。そう、君たちこのゲームをクリアしたら僕たちに挑む権利をあげる。こんな場面でゲームを。一体何を企んでるんだ。レオナ先輩、ここは俺がプレイします。ああ、お前が。このゲームにどんな仕掛けが仕込まれているのかは。おい、たかがテレビゲームだぞ。いえ、警戒してしすぎることはありません。もしかしたらコントローラーを握っただけで電流。もう疑り深いな。そんな物騒なことするわけないでしょ。まあいい、そんなにやりてっつうならどうぞご勝手に。プレイヤーはジャミル・バイパーさんだね。どんなプレイが見られるかと。それじゃあスタート。
ダセーな、即ゲームオーバーじゃねえか。ちょっと待て、なんだ今のゲームは。レオナ先輩がやってた時よりずっと難しくなってるじゃないか。当たり前だよ、同じことをやったって。あれだけシャシャっておいたそのざま、あなたどっちの味方なんですか。しかし負けてしまったのは俺の責任です。そんなにシリアスにならないでよ、ゲームは楽しくやらなきゃでしょ。仕方ないから難易度を下げてもう一回プレイさせてあげる。さあもう一度コントローラーを握って。なかなかのハイスコア。さすがその調子でダンジョンのミッションもどんどんこなしてほしいな。ミッション？そう、ここから先はファントムだらけの高難易度ダンジョン。高レベルのモンスターにエンカウントしないよう。何が出てこようが関係ねえ。ぜ首を洗って待っとけよ。兄さんと一緒に待ってる。本当に本当に楽しみにしてるからね。何が楽しみだ、ふざけやがって。同感です。タルタロスが高難易度ダンジョン、ゲームじゃあるまいし。それじゃあ俺らはあいつの操作するキャラクターってところか。面白い冗談だ。エレベーターはもう動かない。気を引き締めて階段を進みましょう。何が起こるか分かりません。俺から離れないでくださいね。こんなに体を動かしているのに寒気を感じる。ここは随分と冷えますね。タルタロスっていうのは、要はファントムを凍らせておく冷凍庫なんだろう。神々の時代に作り始めたなら、低い温度が保てる海底に作るのは。夕焼けの草原出身のレオナ先輩とネッサの国出身の俺には都合の悪い環境ですね。ああ、温度を調整する魔法のかかった両服を着てるとはいえ快適とは言えねえな。ああ、上着が必要ではありませんか。よければ俺の服か魔法で調整を。誰もんなこと頼んでね。それよりさっさとあのカイワレ大根を引きちぎって。はい、学園も心配ですしね。心配？ええ、今ナイトレイヴンカレッジに残っている寮長はマリウス。学園全体スカラビアも大変な混乱状態に陥っているはずです。寮長一人に寮を任せるのは酷。そうは言ってません。サバナクローには副寮長がいない。んなこと俺が知るかよ。勝手にやるだろうさ。知るかよって、
無責任な。ん？この風、今までは足元から吹き上げる冷気しか感じなかったが。ああ、少し前から横風が吹いてる。あ、あそこ階段の少し先に。暗くて中が見えない。身を隠すにはうってつけの場所だ。凍結から放たれたファントムが潜んでいる可能性があるな。下がっていてください。俺が一人で行って。あ、何言ってんのてめえ。え、レオナ先輩は夕焼けの草原の第二王子であり寮長となれば、それに俺の方が身軽ですし。心配してるんですよ。この俺に。待て、遅かったな。何か近づいて。案の定だ。こうなったら迎え撃つ。心配するな、すべてうまく始めよう。いいと思うぞ。踊れ。反省したか。ふむ、面白い。無理は禁物じゃ。おっとおっと、つまらない。おっとおっと、考えたよ。踊らせろ。ほらほら、どうかな。いいぞ、じっとしろよ。しっかりやれ。行くぞ。やる。うまくいく。二段対敵すぐれ。だ、覚悟だ。